皆さんこんにちは、天光パサのチャンネルです。今回はですね、ちょっと乱れたカツラがあったので、これが乱れたカツラじゃないですよ。これは乱れたカツラをセットしようと思って、とりあえずシャンプーにかけてですね、前このカツラについてたあの固めるスプレーとかの白い粉を取りました。でやっぱ汚れてるとこもあったんで、シャンプーしてきれいにサラサラになって乾かしたので、はい、これ乾かして、約3ヶ月経ちました。3ヶ月経ってますこれ。で、まあ、今回は、まあ、役者が、舞台に立つ側の役者がカツラのセットはどこまでできるのかという企画をやっていこうと思って、そこそこなんかこう僕いじるのとか好きなんですよ。乱れたカツラとか自分で直したりとか昔からしてたので、まあ普段ねカツラ触ってるからカツラのこともまあそこそこは分かるので、なんとなくできるんじゃないかなっていう思いでですね、ちょっともう悪かったらあのカツラ屋さんにね出そうかなと思って、できたらこれかぶっちゃおうかなと。どうせねできても半年もしたらセット出しちゃうからね。そう、静岡の時にこれを企画にしようと思ったまでは良かったんですけども、そっから洗って企画取ろうと思うまでめちゃめちゃ時間かかったんですよ。はい、よし、それでは早速ですねカツラのセット、あ、これあのちなみにザン切りというカツラです。ザン切りというのはこうオーソドックスな普通の頭ですね。ザン切りの黒色に赤メッシュがちょこっとところどころに入ってます。これ結構古いカツラなんで、お芝居の赤メッシュは外してお芝居とかで被ったりとかしてます。幕開けとか個人踊りで被ることはまずないです。はい、これをですね今からセットしていきたいと思います。それでは早速やっていこう。はい、ということで今からですね軽く早送りでさせていただこうと思います。それでは早送りスタート。横が固め終わりました。ザン切りのオーソドックスな横ですね。これは横固めて今から前髪をやっていきたいと思います。はい、まあ、何でもこうオーソドックスに使える感じがいいので普通な感じでやっていきたいと思います。よいしょ。はい、ということで、ただいまカツラのセットが出来上がりました。
明日セットに出します。鼓膜と心臓揺らす音楽、自然に体を動き出すダンスだ。誰よりも見る夢は棒だ。踊り狂う仮面武道家、噂がどうだって It's alright。 エクスタシー溜まるの女、ただ遊ぶだけじゃない alright。 Ladies and gentlemen のメイクショータイム。変わらない街、歩き疲れたり涙流した日々、でも諦めなかった意味、気持ちがバーニー、行動がファンキー、時々ロンリー、ファッサー笑顔大きい。